3つ目は完熟堆肥化促進剤のタイヒックスです。脱脂大豆と OIK 菌体粉末を混合した製品です。 OIK 菌の働きにより気温が3度から5度の低温環境でも75度前後まで発酵温度が上昇し、およそ3週間で完熟堆肥を作ることができます。